見えてる？見えてる？見えてる？ドド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 。普段に見られてると思うとちょっと緊張しちゃうな。あ、ずっと見てる。どうしよう、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 どうしよう。裏で追いかける。どうしよう。嬉しすぎて言ってしまいそう。はい。ちょっと待って、一緒にカラオケとか行きたい。これは集団の王と異世界の騎士たちとの壮大な戦いの序曲である。音これぐらい？いや、デュエットしたい。言ってしまいそう。あの、お亡くなりの方、お亡くなりの、あ、お亡くなってもダメだな、お亡くなってもダメだ。ぎはぎされたグランディア、太陽のラプソディア、騎士の名を呼ぶ。騎士すべき集団、王を退ける者、ナイツとはすなわち刃である。時をはらむエンディア、調整されたグランディア、命のバレディア、騎士の名を呼ぶ。理想目の空に浮かべた追憶の可能物語を口ずさむのは誰の唇。テンションが。異世界をつなぐ鍵、騎士をいただく者、ゲートとはすなわち春馬である。歴史を飲むエンディア、改ざんされたグランディア、運命のシンフォニア、騎士の名を呼ぶ。争いの調べで踊る円卓のワルツ、物語を振りかざすのは誰の正義か。これはね、サウンドホライズンっていうユニットではないな、グループの曲だよ。ここすごい高いんだよな、ついてゆく灯火を、消えてゆく灯火を、漆黒の闇が赤い光が目視したまま見送るだけ。ただページをなぞるようにドラマ通りにドールを踊り、残酷な幻想の美しい棘が炎甘い夢を見せ、残酷な幻想の華やかな毒がほんの暗い奈落へと君を誘う。願ったこと全てが叶う世界ではない、だからこそ少年は大きく羽ばたくだろう。希望も絶望も両手で抱きしめて、それでこそ少年は大きく羽ばたくだろう。あ、どんなに強い向かい風であれ、これ二人で気づいたよ、折ることはできない。ここ二人で歌うとこなんだよ。一人じゃ歌えないんだよ。
線が落ちたな。カウンターを。教えてくれてありがとう。ああ、嬉しい。